どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。歪みの国アリス、また続きをやっていきたいと思います。前回は警察の人が来てさ、なんかお話をさせてくださいみたいな、突然ウサギっていうワードが出てきて、もう予想してなかったところからパンチ飛んできたみたいな、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、ウサギってちょっと白ウサギと絶対関係があるワードが出てきたんだよね。その辺どうなっていくのかちょっと楽しみです。じゃあスタートして続き見ていきましょう。ウサギ、いやこれはびっくりだよ。はい、そんなウサギなんて今まで出てこなかったからね。あ、一緒一緒、俺もいや、なんでみたいな、どっから来たって感じ。ガツンと頭を殴られたような気がした。ええ、現場にねウサギの毛が落ちていたんですよ。ただ他にはウサギがいた形跡なんて見当たらないものですから。あ、そういうこと、飼ってはいないのか。ウサギの毛が落ちていた。いいえ、飼っていません。そうですか。いや、どうもありがとうございました。またお話聞かせていただくこともあるかもしれませんが、その時はどうぞよろしく。女の刑事さんがどうぞお大事にと言い添えて、二人は帰っていった。白ウサギがあそこにいた？そうだ、倒れる直前、私は白い腕を見た。これは何を意味するんだろう。私はこめかみを強く押さえて頭を抱えた。頭が痛い。脈打つ痛みが軽症のようだ。気づき損ねている真実に早く気づけと叫んでいる。それは私のすぐ目の前に。おい、大丈夫か？パシン。和田さんが差し伸べた手を私は反射的に拒絶した。何を信じたらいい？わからないことだらけで真実が見えない。ただ不安だけが膨らんでいく。私は思ったより疲れていたのかもしれない。冷静じゃないことは分かっていたけれど、理性はうまく働いてくれなかった。どうしてそんなによくしてくれるんですか。ひどく失礼な言い方だ。だけど今はそんなことどうでもいい。どう思われたっていい。頭がぐるぐるして。何をそんなに警戒しているのか知らないが、困惑したように和田さんは言った。身内なんだから当たり前だろ。ずっと連絡なかった。そんなの身内なんて言えない。バカ。この人はわざわざ私の面倒を見に来てくれてて、お母さん以外の家族がいない私にはそれはむしろ感謝すべきことで。あ、頭が痛い。所在がわからなかったから連絡の取りようがなかったんだ。姉さんは黙って家を出て行ってしまったからな。どうして？どうしてお母さんは黙って出て行ったの？頭では疑問が浮かんできたけど、声に出すのが億劫で、結局私は黙っていた。お前たちが家を出て行ってから、ずっと俺は。そこまで言って和田さんは不意に口をつぐんだ。何？聞き返す私に小さく息をついて、かぶりを振る。いや、なんでもない。たくさん喋って疲れたろ。おやすみと言うと、和田さんは静かに病室を出て行った。私は疑念と罪悪感と疲労感が等しく入り混じった最悪な気分のままベッドに沈み込んだ。
長い長い夜が明け、私は誕生日を迎えた。入院3日目。誕生日何かが起こるかな？天気が良くなかった。空には濃い灰色の雲が重く垂れ込めている。昼間だというのに外は薄暗く、今にも雨が降り出しそうだった。風はないのか、窓から見える木立がざわめくことはない。私は昼食を終えてベッドの上でじっとしていた。雪の登ってきてくれた花の方向がふわりと鼻をくすぐる。大量の血を残して消えたお母さん。現場に残されたウサギの毛。私をアリスと呼んだ面識のないおじさん。姿を消した茶車猫。それらのことが夕べから頭の中をぐるぐると回り続けている。答えは出ない。考えれば考えるほど深みにはまっていく。ひどく眠い。痛み止めの薬のせいと昨夜よく眠れなかったせいだろうか。正体の見えない焦燥感を睡魔がゆるゆると飲み込んでいく。ああ、ダメだ。のんきにお昼寝なんてしてる場合じゃないのに。眠る眠らない。眠ったら、なんか夢の中でヒントが出てきそうな気がするから、眠るかな。起きてても、多分ね、状況は変わらない気がする。眠る。私は欲求の命じるまま、眠気に身を委ねた。なんか夢見ろ。お？名前を呼ばれたような気がして目を開けると、いつの間にか和田さんが来ていた。あんまり眠ると夜寝られなくなるぞ。和田さんは寝ぼけ眼の私を見て笑う。私はまだ夢の世界から抜けきれず、ぼんやりと和田さんの武将髭を見ていた。ま、うろちょろして傷を開かせてくるよりはいいけどな。そう言って和田さんは皮肉っぽく笑った。昨日ひどいことを言ってしまったのに怒ってないみたいだ。いやほんとね、和田さんめっちゃいい人だよな。おかげで私はさらなる罪悪感に苛まれる。私、うろちょろなんかしないもん。私は寝返りを打って枕に顔を押し付けた。気分は？普通。じゃあ起きな。先生がいらしてるぞ。先生？私はもそもそと起き上がった。どうぞ、と和田さんが声をかけるとドアが開いた。そこには日に焼けた筋肉質の中年男性が立っていた。え？学校の先生もしかして。体育教師でもあるクラス担任の吉岡先生だ。え？病院の先生かと思った。先生はおじさんに勧められて付き添い用のパイプ椅子に腰を下ろした。ああ、どうだ、具合は。あ、はい、だいぶいいです。私は髪を撫でつけながら、曖昧に笑う。先生。続き行きましょう。なんか誰が白ウサギなんだろうってさ、今すごい考えてるんだけど、そんな中新しい登場人物出てきてさらに困惑よ。この人白ウサギかな。悪いな、起こしたみたいで。いえ、閉めたばかりのドアがコンコンとノックされた。アリコちゃん、ちょっといいかな。はい、応じると、もう馴染みになった看護師さんがひょこっと顔を出した。
そばに立っていた和田さんに目を留める。ああ、和田さん、いらしてたんですか。ちょうどよかった。少しいいですか。先生からお話があるそうです。和田さんは吉岡先生に、ちょっと失礼します、と軽く頭を下げると、看護師さんについて出て行った。え、先生と二人っきり？ちょ、気まずいな。残された私たちの間には沈黙が降りた。先生は、ああ、と無意味な音を発する。大変だったな。クラスのみんなも来たかったんだけど、事情が事情っていうか、いろいろとあれだから、今はまだ遠慮しようってことになって。非常に曖昧で要領を得ない会話だった。私は刑事事件に巻き込まれた参考人で、しかもその容疑者の娘なのだ。扱いにくいことこの上ないに違いない。日本も物騒になったとはいえ、受け持ちの生徒が刑事事件に関わるなんて、そう頻繁にあることとも思えない。先生って職業も最近は大変ね。私は頭の片隅で他人事のように同情した。いいんです。雪乃が来てくれましたし。雪乃？吉岡先生はきょとんとした。友達か？え、雪乃知らないの？今度は私がキョトンとする番だった。うちのクラスの雪乃ですけど。先生はさらに困惑顔になる。前田由紀子のことか？いえ、前田さんじゃなくて、名字は？え？何雪乃って言うんだ？え？雪乃の名字？おい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 、雪乃。え、雪乃いないの？もしかして実在しない？キーンと耳鳴りがした。知らない。雪乃の名字なんて知らない。どうして知らないの？知ってるはずよ。だってずっとずっと一緒なんだから。ずっとっていつから？小学校？いや、幼稚園だった。うん、もっと前？私は手が白くなるほど布団を握りしめた。違う、違う。いろいろあった後は記憶が混乱することもあるってお医者さんも言ってたもの。ただそれだけ。けれど私の願いは吉岡先生によってあっさりと打ち砕かれた。雪乃なんて名前のやつはうちのクラスにはいないだろう。嘘。嘘だ。だって雪乃は、私は吉岡先生につかみかかりそうになる。だって雪乃は、脳が痛いほどざわめいている。雪乃は、先生は薄気味悪そうに身を引いた。世界がぐらぐらと揺れる。雪の、おじさん呼んでくるな。先生はそそくさと病室を出て行った。ボロボロと何かが崩れ落ちていく。同じクラスでずっと友達だった雪の、ずっと一緒にいた気がするのに。彼女の席はどこだった？住所は？電話番号は？私は何も答えられない。私の脳の中に何一つ答えが見つからない。思い出せない名字。先生の知らない私だけのクラスメイト。見つからない答えは忘れ去られた真実を掘り起こす。白ウサギは人に紛れてアリスのそばに。手が氷のように冷えていく。
救いを求めてさまよった視線が窓で止まった。窓の下のプロムナードを見覚えのあるセーラー服の少女が歩いてくるのが見えた。私は弾かれたようにベッドを飛び降りて窓に駆け寄った。雪のあ両手でリボンのついたピンク色の大きな袋を抱えている。私は凍りついたままそれを見つめた。これ今雪の似合って大丈夫なのか？あれは誰なの？雪乃の姿は病院のポーチの屋根に隠れて消えた。ここに来る。あとは命だけ。焦りが私を突き動かした。お腹の痛みなど構っていられなかった。これ、ピンチなのかな？ピンチだよね。逃げた方がいいんじゃない？私は窓際から離れ、病室を飛び出した。バタン。いつもならほとんど音を立てないスライド式のドアが、その時に限って、やけに大きな音を立ててしまった。見つかっちゃうかな？最終章？共演の果て。ついに最後まで来ました。飛び出した瞬間、違和感を覚えた。私は動きを止める。シーンと静まり返った院内。まさか。私はすぐそばの六小病室に飛び込んだ。乱れた毛布、サイドボードの上のお茶のつがれた湯飲み、半分だけ引かれたカーテン。風景は変わらないのに人だけがいない。息を潜めるほどの静寂に押しつぶされそうになる。その中で響くたった一つの音。コツコツ。ひそやかな足音が聞こえた。その音は確実に近づいてくる。ここへ向かって。うわぁ。目の前の給湯室か音と反対方向。離れた方がいい気がするけど、なんだこの給湯室。いや、雪乃の動きとかもちょっと探りたいから、給湯室隠れようかな。これで何かヒントが得られるかもしれない。私はとっさに目の前の給湯室に飛び込み身を隠した。足音が間近に迫る。コンコンと病室の戸をノックする音、続いてドアを引く音が聞こえた。給湯室からそっと覗いてみると、見慣れた少女の後ろ姿が見えた。マリコ、いないの？雪乃が私を呼ぶ声がする。まったくもう、どこ行っちゃったんだろう。せっかくプレゼント持ってきたのに。それはいつもの雪乃だった。おかしなところなんて何もない。むしろこの状況に戸惑っているように見える。もし雪乃が白ウサギなら戸惑ったりしないよね。急に迷いが生まれた。うわー、マジで。信じる信じない。いや、めっちゃ怪しいんだけど、一度は信じるか。雪乃を信じるにしてみる。バカみたい。証拠は何もない。私が勝手に疑って勝手に怖がってるだけ。そう思うと肩からすっと力が抜けた。いや、友達だったんだよな。ちょっと信じたいよね。私は給湯室から走り出した。雪乃。アリコ？ああ、よかった。私を見つけた雪乃は
屈託のない笑顔を見せた。びっくりしちゃった。誰もいないんだもん。ほら、やっぱりいつもの雪乃だ。おかしなところなんて何もない。私はほっとして雪乃にしがみついた。どうしたの？きっと雪乃はこっちの世界に紛れ込んでしまったんだ。私がここにいることだって不思議だもの。そういうことがあったってちっともおかしくなんか。バチン。え？大きな音がして一瞬であたりが暗くなった。なんだ？やだ、停電？ううん、停電だとしてもこの状況はおかしい。要因って停電があっても大丈夫なように自家発電システムがあるものだ。それなのに電気が落ちたってことは、曇天のせいか明かりの消えた院内は昼間だというのに驚くほど暗かった。アリコ。雪乃が不安そうにキュッと手を握ってきた。そうだ、おたおたなんてしてられない。状況を把握しているのは私だけ。それなら私が雪乃を守らなきゃ。私はその手を握り返した。大丈夫、とにかく外へ出よう。これは信じてよかったのでは。行きましょう。エレベーターが動いていないので仕方なく階段を一段ずつ降りていく。窓のない階段はほとんど真っ暗だった。いや、めっちゃ怖いじゃんこれ。左手で手すりにすがり、右手で雪乃の手を握って、私は慎重に階段を降りていく。不安なのか雪乃はさっきから一言も発しない。大丈夫？聞くと返事の代わりに握る手に力が込められた。やがて小さな声が聞こえた。なんだろう。雪乃が歌を歌っているみたいだ。待ってくれー、この歌ってもしかして腕なんじゃない？ちょっと怖いなー。ちょ、行くか。びっくりした。もうのんきなんだから。それとも怖いから歌でも歌わないといられないのかもしれない。この薄暗闇の中では黙ってしまうとお互いの存在が希薄になる。なんだかどこかで聞いたことのある歌だったけれど、題名は思い出せなかった。ごめんね、私のせいなの。でも大丈夫だよ、必ず。私はそこで言葉を切った。雪乃の歌う歌詞が耳に届いたのだ。やばいってこれ。足はどこだろう。足がなくっちゃ。マジで。え、じゃあ雪乃が白うさぎで確定なのかなこれ。聞いたことがあるはずだ。だってそれは白うさぎが。首。マジかよ。まあ確かにうさぎって雪、なんかイメージはつくけど、雪のだよね。首がなくっちゃ。いや、歌うのやめてほしいな。いや、握っていた手を離そうとした瞬間、ものすごい力で掴み返された。そのまま後ろからバッチリと抱きすくめられる。いや、でも振りほどくことはできなかった。腹が裂けそうな痛みを訴えたのだ。だけどそれだけじゃない。ミシッと背骨が、上腕の骨がきしんだ。あなたは
い、命。もがく私の耳元で声がした。雪乃の声じゃない。もう少し低い声。命がなくちゃ。命、マジか。そして私の背骨は乱馬妻の悲鳴を上げた。え？マジかよー。暗闇の歌、エンド。分岐に戻るかー。でも今のでもう分かったね。じゃあもうあの、雪乃は、白ウサギなんだ。え？ここからなんだ。雪乃を信じる信じない以前に、音とは反対方向へ逃げる。じゃあこっちに行きましょう。私はとっさに音とは反対方向へと走り出した。もうじゃあ雪乃を信じられないな。その瞬間、お腹に、鈍い痛みが走った。そうだ、怪我してるんだった。私はお腹をかばいながら走る。誰かいないの？無駄だとわかっているのに、人の姿を探し求めていた。いつも看護師さんが忙しそうに立ち働いている。ナースステーションもひっそりと静まり返っている。私は病棟の端にある階段へ走った。背後から足音が迫る。かすかな音が確実に私を追い詰めていく。追いかけられてるのかな？お腹、痛い。手すりにすがるようにして一段一段階段を降りていく。ここは4階だ。普通ならなんてことない距離だけど、傷を抱えた今の私には地上が遥か遠くに感じられた。とにかくここから出て、どうすればいい？そんなことは自分でもわからなかった。なんとか階段を下りきる。動かした時にだけ起きていた、引きつるような腹の痛みは、慢性的なものへと変化していた。だけど構っていられない。私は薄暗いロビーを突っ切って、正面玄関へと走った。自動ドアの厚いガラス戸はピクリとも動かなかった。手でこじ開けようとしてみたものの、お腹に激痛が走っただけでドアに変化はなかった。その場にうずくまり痛みに耐える。涙と油汗が流れた。確か、エレベーターホールの向こう側に夜間の出入り口があったはずだ。私はふらふらと立ち上がると正面玄関を離れた。もう走ることができない。気持ちだけが前に行くけど体がついていかない。私は体を引きずるようにして西側入り口へと向かった。エレベーターの前を通りかかったとき、私は足を止めた。エレベーターの稼働音がしている。目を開ければ、回数を示す数字が点灯していた。明かりは4から3へと移った。そして3から2へ。やばいやばい。アリコの病室4階だよね。ここへ来る？走れないこの状況では、西側入り口まではたどり着けない。もしも西側入り口も閉まっていたら、袋工事だ。逃げられない。2から1。私はとっさに目の前にあった、地下の階段へ駆け込んだ。途端、腹に激痛が走った。階段を転げるようにして降りる。背後でエレベーターのドアが開いた音がした。見つかっちゃうかな？
地下には今まで降りたことがない。この階は普通関係者以外立ち入り禁止だからだ。私は目についたドアを片っ端から引っ張った。でもどのドアも開かなかった。もちろん人もいない。患者が立ち入る場所ではないからだろうか。上の階とは違って薄暗く素っ気ない。お腹の痛みは限界に近づいていた。私は壁にすがるようにしてなんとか前に進む。知らないうちにうめき声が自分の口から漏れていた。ここで倒れて楽になってしまいたい。ちらりとそんな考えが頭をよぎったとき、破れかぶれで掴んだドアのノブがあっさりと回った。ノブに持たれるようにしていた私は文字通り室内に転がり込んだ。激痛にしばらくうずくまったまま動けなかった。うめきながら床に押し付けた頬が冷たい。タイル？痛みで朦朧とする頭を上げると銀色に光る台、並べられた白い長靴、天井から降りている丸い照明に、照明が目に入った。ここってやばいんじゃない？実験室か何かみたい。そうか、解剖室？その時、背後で声がした。見つけた。怖っ！振り返ると、解剖室の入り口に生き野が立っていた。やば。やばいやばい。いつものセーラー服姿で胸に大きな袋を抱えている。ダメじゃない。出歩いたりしたら。生き野は笑ってゆっくりと室内へと足を踏み入れた。生き野。いつもと変わらない笑顔。それが余計に私を戦慄させた。ねえ、誕生日プレゼント持ってきたのよ。とっておきなの。喜んでくれると嬉しいな。怖いなあこのプレゼント。そう言うと雪乃はガサガサと袋から中身を取り出した。え、何なんだ。ね、気に入った？そう言って雪乃は笑顔でそれを差し出した。私は声を上げることもできないまま、それに目を奪われていた。女の首に。白く濁った目、血の気の引いた顔。すごい嫌な予感がするんだけど、お母さんなんじゃない？もしかして。めっちゃ怖いんだけど。今まで見たこともない、うつろな、様相。それでも、見間違うはずはない。16年間、毎日見ていた顔なのだから。お母さん。誕生日おめでとう。ちょっと雪の怖すぎんか。脳が麻痺している。泣くべきなのか怒るべきなのか怖がるべきなのか判断がつかない。私は頬を受けたようにお母さんの首を見つめていた。はぁ、怖っ。はい、いやもうめっちゃやばいわ、ここ。やっぱ音変になってるし。怖い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 。こっちも怖えわ。はあ。ちょ、どうなっちゃうんだ、これ。てかもう最終章なんだ。いやー、白うさぎ、雪野で、確定ですかね、これはもう。ちょっと何て言っていいか分かんない、この展開に。
プレゼントめっちゃ怖えわ。はぁ。まあ、これ続きをやっていけば、さらなる真相というか、雪乃から逃げ切れるのかな、これ。逃げ切るのが正解なのか何なのかももうなんだかよくわかんないけどさ。まあちょっと次回またやっていきたいと思います。では、今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。